これはすごい。4番は夕暮れの宮地です。本当にこれを当てるとは。やっぱりお前って運がいいよな。え、体が無意識に正解を選んだのか。でもそういえばオイラもなんとなく正解を選んでくれるのが分かってたような。お前もそういう感覚があったんだな。旅人？もしかして昨日の夜あんまり眠れなかったんじゃないか。それか逆に眠りすぎてたり。ええ、私のことなら気にしないで。おい、どこ行くんだよ。無駄な時間を過ごしてると仕事が終わらないわよ。その言葉、オイラも知ってるぜ。目の前で起きていることが、どこかで体験したもののように感じるってやつだろ。そういえば、オイラも今日、ちょっとだけそんな感じがしてたんだ。でも、結局それって錯覚なんだよな。それより、どうして急にここに来たんだ？なるほど。つまり、普段やらないことをやって、どこかで体験した感覚があるかどうか確認するってわけか。よお、お二人さん。飯を食いに来たのか？何にする？あいよ、お客さん。見た感じ外国の人なのに、いいセンスしてるな。すぐに用意するから待ってろ。デーツなんて、あの、黒くてまずそうなやつだよな。な、おいら、お前の狙いが分かった気がするぞ。普段ならこんな料理を注文するわけないもんな。これ、本当に食べるつもりなのか？いくらなんでも、これはちょっと。味はどうだ？その顔、やっぱりまずいのか？ということは、まさか。普通だったらありえないことだよな。オイラたち、この料理をあんなに毛嫌いしてたのに。どうやら今回は、味覚から来る既視感ってことか。オイラも、なんだかこの酒場には何度も来てる気がするぞ。常連ってわけでもないのに。どうする？一度外に出るか？
にいるのってドニアザードだよな。奇遇だな、ドニアザード。こんなところで一人で休んでるなんて、どうしたんだ。そのさっき悪い人たちに絡まれてしまって、リシアが助けてくれたの。それから少し体調が優れなくて、座って休んでいたのよ。悪い人？おいおい、怪我とかしてないよな。私は大丈夫だけど、リシアが腕に少しかすり傷を。でも大したことないから安心して。ふう、ならよかった。でもなんだか今日のドニアザード、テンションが低いよな。あんなに過信探査を楽しみにしてたのに、どうしたんだよ。そんなことないわ。私はずっとこんな感じよ。過度な運動や感情の高ぶりは症状を悪化させてしまうの。それにたとえ今日がどんなに特別でも、結局はただの一日に過ぎない。あと数日もすれば私の時間は終わりを迎えるんだから。何言ってんだよ、ドニアザード。なんだかオイラ混乱してきたけど、お前が今とても落ち込んでるってことだけはわかるぞ。本当に大丈夫よ、気にしていないから。どうかしたの？そのドニアザードは既視感を覚えたことってないか？今起きていることがすでにどこかで体験したような気がする感覚なんだけど。既視感？いえ、ないわ。ここ数年ずっと同じ生活をしていたから、既視感があってももう慣れてしまっているのかも。そっか、もしかしてオイラと旅人だけなのか？そろそろ時間ね。何の時間だ？ニーローの家臣の舞がもうすぐ始まるの。行きましょう。お前のような学のない奴にこの私と議論する資格があると思っているのか？今お前がすべきことは、一刻も早くこの馬鹿げた部隊を撤去することだ。帰ったら次のジュニアナガルマの日までに、このような公演を禁止する法令を書記官に作成させる。アカーシャを通じて民衆に通達しておけ。はい、すぐ手配いたします。過信探祭でせいぜい神の生誕を祝うがいい。気にしないで。こうなったらもうしょうがないわ。でもせっかく楽しみにしてくれてたから、後悔してほしくないんだ。確かに残念だけど、それよりもみんなに迷惑かけたくないの。それに大賢者は関係者を処罰するって言ってたでしょ。そうだけど。じゃあ次の過信探査は絶対に成功させてみせるよ。次、私にはもうその機会はないかも。え、今何か言った？何でもないわ。私今日はもう休むわね。みんなお疲れ様。あの賢者たち、
風情のかけらもないな。こんなことをするなんて。あれ、ドニアザードのやつもう帰っちゃったのかな。じゃあオイラたちも戻って休もうぜ。結局騎士官についてはまだ心当たりないのか。もしかしてただ疲れてるだけなんじゃ。実はオイラも同じ感じがするんだ。だからもう昼あたりから考えるのはやめてたぜ。疲れて幻覚を見たってことにして、とにかく早く休もうぜ。他のことはまた明日考えよう。知能出力がわずかに低下だが正常範囲内にある。原因を早急に解明するため引き続き数値を観測せよ。寝たはずなのに。まあいっか。とりあえずドニアザードと合流しようぜ。私が早く来ちゃっただけだから。お、なんだか声に元気がないみたいだけど、よく眠れなかったのか。ううん、心配しないで、私なら大丈夫。まずはあそこの屋台に行ってみましょう。子供たちも家臣探祭を楽しめなかったわけですから。そうだ、ヤルダーキャンディーはどうでしょう。こちらの箱の中に入っているので、どうぞお好きなのを選んでください。これ全部同じじゃないのか。選ぶって何をどう選ぶんだよ。そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中のキャンディーは味がランダムで入っています。ハンラの宮地、スミレウリ味、夕暮れの宮地。おお、確かに面白そうだぞ。それからトカゲの尻尾味や鬼カブトムシ味も。おい、そんな味まであるのかよ。うん、ここは旅人に選んでもらおう。オイラが欲しいのは夕暮れの宮地だからな。はい、キャンディーの箱は5つで、左から順に5つの数字が振ってあります。何番にしますか。おや、迷いが一切ありませんでしたが、かなり自信があるようですね。おめでとうございます。4番は夕暮れの宮地です。
ひひ、オイラの言った通りだろ。こいつはいつも運がいいんだ。待て待て、他の味には興味ないからな。どうしてそれを知っているのですか。まさかこの5つの箱の中身を全てご存知で。え、まさか今の全部当たってるのか。さすがにこれは強運ってだけでは説明できないかと。箱は全て私が午前中に梱包し一度も開けていませんので、事前に知る術はありません。独身術、投資能力、それとも何かトリックがあるのでしょうか。なんだか怖くなってきました。今のどうやったんだよ。いつの間にそんな超能力手に入れたんだ。ドニアザードに何も言わず離れちゃうなんて、さすがにちょっと良くなかったんじゃないか。あなたも気づいているのでしょう。家臣探索に参加するのはこれが初めてではないということを。これあなたも使えるわよね。缶詰知識？どっから持ってきたんだ？中に何が入ってるんだよ。あなたも一緒にね、ダイモン。お前オイラを知ってるのか？おお、ちょっと不安だけど、それでもなんか、こうするのが正しい気がする。これって！オイラたちにとって、今日はもう20回目？いや、30、それとも40。もう数えきれないほど家臣探術を経験してるってことか。オイラたち、同じ日に閉じ込められてたのか。お前の助けがなかったら気づきもしなかったぞ。で、この缶詰知識には一体何
が入ってるんだ。まだ少し記憶が混乱しているのね。よく思い出してみて。私たちは何も初めて接触したわけじゃないでしょ。この問題はだいぶ前にも一度話したことがあるわ。あ、確かこの缶詰知識は一種の表現方法に過ぎないんだったな。実際はさっきの接触を通して記憶を呼び起こしてるんだっけか。じゃあ他の奴らはどうなったんだ。なんでオイラたち二人だけ助けたんだよ。あなたたちの騎士官は元から他の人よりも強かったでしょ。あえて説明するなら、あなたたちは草元素力の祝福を得ている上に特殊な敏感体質を持っているからよ。あなたたちの意識とあれら記憶との間にはもともと薄い紙があるようなものなの。おなじみの質問ね。あなたがそれを私に聞いたのはこれで7回目だったかしら。見ての通り彼女は弱っている。あなたたちも感じたと思うけれど、最近あなたたちと一緒にいたドニアザードは最初の彼女とは違う。そして今その最初の彼女があなたたちの目の前にいるの。でも時間はもうあまり残っていないわ。どうやらそろそろ頭の中で整理ができたようね。そうだ、私のことはナヒーダと呼んでちょうだい。いいわ、合格よ。一体何が起こってるんだ。オイラたちの記憶を呼び覚ますことができるし、何か事情を知ってるみたいだけど、そんなお前ですらどうなってるのかわからないのか。この世の万物は繰り返し循環する、いわゆる輪廻というものよ。私たちは皆この輪廻という一日に囚われているの。そして真実はあなたたちにしか探し出せない。もし自ら真実に気づけず他の者に告げられたなら、あなたたちの精神に大きなショックを与えるかもしれないわ。そうなればどうなってしまうかは私にもわからない。だから私は知識面に関する手助けとさりげない暗示だけを与えるの。残った時間はすべて彼女の身を蝕むマリン病の悪化を遅らせることに注力するわ。ドニアザードの容体かなり悪いみたいだな。もしかして過信探査が行われるたびにドニアザードの病状が悪化してるのか。もしもこの過信探術の輪廻から脱出できれば、あるいは彼女を助ける方法があるかもしれない。だけど今の状況では彼女は羽を完全にもがれてもなお空を飛び続けている小鳥。私にできるのは荒れ狂う旋風を起こして彼女の落下を遅らせることだけよ。ナヒーだっていつもそういう妙な比喩が好きだよな。比喩とは基地の知識を使って未知の知識を理解する素晴らしい技法でしょ。さて聞きたいのだけど、現時点においてあなたたちの真実に対する推論はどんなものかしら。
せいぜい神の生誕を祝うがいいと言っていたけど、この言葉に深い意味はあるのだろうか。いや違う、もう少し考えないと。それほど考え事をしていたわけでもないのに、頭が異常なまでに疲れてる。一体どういうことだろう。いや違う、もう少し考えないと。もう何度も過信短日を過ごしてる。まるで過信短日が無限に繰り返されているかのように。どうやら明確な関連性はないようだ。どうやら明確な関連性はないようだ。同じ一日を繰り返すように時間が流れている。これが今の状況だろう。時間の循環ね。以前のあなたもそれと似たような間違った答えを出していたわ。本当に残念ね。違うのか。オイラもちゃんと筋が通ってるように思ったんだけど。だって見た感じ、同じ一日を繰り返すように時間が流れてるだろ。シンプルな時間の循環だけではこれらの現象を説明することはできないわ。あなたたちの持っている手がかりがまだ不足しているのかもね。けれど残念ながら私はこれ以上のヒントを出すことはできない。あ、トニアザード！たとえ毎日が過信短祭だったとしても、もう無意にそれを過ごせるほど繰り返す猶予はないの。今日の祭典が終わるまでに、どうか早く真実を見つけてちょうだい。まずは今の状況から整理しよう。トニアザードを助けたいなら、過信短日の輪廻から抜け出す方法を考えないといけないんだよな。でも抜け出すには、まず何が起きてるのか把握する必要がある。つまり、真実を見つけなくちゃいけないってことだ。時間の循環は、もうナヒーダに否定されたし、きっと何か見落としてるのかもしれない。すでに記憶の中では何回もやってるみたいだけど、やっぱり、もう少しいろんな人に話を聞いてみようぜ。ここでただ考えてるよりはマシだと思うぞ。まずは、あそこでお店を出してる人に話を聞いてみよよう、また来たのか。あの、なかなか通なお嬢さんは？あいつは、体調が良くないんだ。そうか。それで、戻ってきたのは何か買うためか。うちにある食材はどれも新鮮だぞ。俺が保証しよう。
昨日森で取ってきたばかりだからな。あ？妙なことを聞くな。昨日は急いで森から帰ってきて、今日もいつものように品を売ってるが、おかしな感覚は何もなかったぞ。もうちょっと思い出してほしいんだ。昨日って本当に昨日だったか？昨日のお前は本当に急いで森から帰ってきたか？なんだ、デタラメな哲学かなんかか？お前ら白昼夢でも見てるんじゃないか？知ってるだろう、俺たちスメール人は夢を見ないって。そんなに夢が見たいんなら他の人を探すんだな。あながち間違ってないかもな。これって結局夢なんじゃないか？みんな夢を見てたりして。あ、そうだったな。でもスメール人が夢を見ないのって結構変な現象だよな。何が原因なんだろう。でも確かにただの夢ならとっくに覚めてるはずだ。もうちょっと話を聞いてみようぜ。あ、君たちか。僕の占いがあまりにも的確だったからわざわざ褒めに来てくれたのかな。おお、やっぱり。だから神の占いは当たると言ったんだ。君たちの理解が及んでいなかっただけみたいだね。おいおい、なんでそんなに舞い上がってんだよ。そういった状況になったからお前のところにまた来たんだぞ。お前の占いで問題を見抜いてくれないか？うん、僕に見抜いてほしいと。それはあまり得意な分野じゃないんだけど。まだ未熟だってことだろ、認めろよ。それで一体何があったんだい？え、待ってくれ。てっきり財布を落としたとか詐欺にあったとかそういうことかと思ってたよ。で、今のって本気で言ってるのか？そんなこと現実的に考えればありえないと思うけど。やっぱり信じてくれないよな。すごい、すごいぞ。もちろん信じるとも。君たちを占った時の内容だけど、今思い返してみれば月、虚言、嘘とまるで何かの前兆を表してるかのようだったろ。確かに関係がないわけでもなさそうだな。他にも何かわからないか？うん、神が与える啓示はぼんやりとしたヒントに過ぎない。具体的なことを正確に把握できたとすればそれは神の領域だ。自分の直感を信じ心の中の恐怖を克服すれば太陽は必ずや昇ると、そう本には書いてあった。そっか、やっぱり占いは占いだな。問題そのものは解決できないみたいだ。収穫はほとんどなかったけど、他に話を聞けそうな人はいるか？おお、確かリンネの中の何日かはあいつのところに行ってたな。でもあいつはずっとオイラたちにからかわれてるって思ってたぞ。もう一回行っても結果は変わらないんじゃないか？確かにリシアは傭兵としての責任があるから、それなら本気で取り合ってくれるかもしれない。確かこの時間はリシアが人さらいたちを撃退した頃だよな。探しに行こうぜ。問題ありません、お嬢様。ただのかすり傷ですので。タイミングバッチシだな。やっぱりここにいたぜ。パイモン、それに旅人、ちょうどいいところに来てくれた。聞いてくれ、実はさっき危険な連中が。ん？見ていたのか。ならすぐに来てくれてもよかっただろう。
お嬢様を守ってくれる人がいれば私も全力を出せるってもんだ。ちょうどいい、今から手を貸してくれないか。近くに共犯者がいないか探しに行くから、旅人にドニアザードを休めるところまで連れて行ってほしいんだろ。確かにそうだが、なぜわかった？もう一つ決定的な言葉があるぜ。リシアはお金を集めるために自分の体験を売った。そして新しい体験に慣れていないせいで怪我をした。行ってやれ。うん、このことはお嬢様を含めて誰にも言っていない。あんたは知らないはずだ。それにさっきも私の言いたかったことを先に口にしていたな。一体どういうことだ？オイラの話を聞いてくれ。実は。それを私に信じろと。それはあまりにも。いや、先に言っておこう。確かに私たち砂漠の民は、その大多数が博識ではない。だが、基本的な常識くらいは持っている。すごく物静かで、すべてのことに興味を失っていて、悲観的な感じがするだろう。確かに、前とは少し違う。だが、お嬢様のご両親から聞いたことがある。昔は、こういった感じだったとか。ん？昔？あなたたちの言っていること、よくわからないわ。私は先に、あのベンチで休んでいるわね。お嬢様、怒っていないといいのだが。いいだろう。私の体験のことも知っていたんだ。もしかしたら本当なのかもしれない。だが終わったらすぐに戻るぞ。今はまだ、お嬢様の安全を完全には保証できないからな。連れてきても意味はないって。いや、ただ本当のドニアザードの状況をこいつに見せてやりたいだけなんだ。本当のドニアザード？一体どこにいるんだ？それにあんたたち誰と話してる？俺。言ったでしょ、あなたたちは特別なの。他の人には私とドニアザードは見えないわ。
待ってくれ。まさかそこに。こうも強大な感知力があるなんて。まさか、目に見えない触覚でも生えているのかしら。ドニアザードお嬢様が、そこに倒れているのか。どんな状態だ。今は容体が悪化してて、ほぼ意識を失ってるんだ。でも、どうしてそこにいるって分かったんだ？感じるんだ。彼女の気配を。それと、心残りや悔しさのような気持ちも。一体、何が起きているんだ？今なら、オイラたちのことを信じてくれるか？過信短術がずっと繰り返されてるって。つまり、お前は賢者たちの仕業だって言いたいのか？ああ。賢者はずっと私たちと対立してきた。奴らはこの日に、アーカー社を使って何かしようとしていたのかもしれない。そう言われると確かに。こんな大規模で奇妙な事件、神以外だと、もうスメールの教練院にいる賢者くらいにしかできなそうだよな。もしかして、アーカー社装置に何か秘密があるのかも。オイラたちの記憶を呼び覚ましたとき、缶詰知識みたいなのを使ってたよな。少なくとも、アーカー社について何か知ってるんじゃないか？アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神の力が具現化した姿なの。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けているわ。神の心！スメールの神の心は、アーカー社を稼働させるのに使ってたのか。そんな使い方があったなんて、道理でアーカー社って不思議なわけだ。その、あんたたちに見えている、ナヒーダとやらは、何を言っているんだ？ナヒーダが言うには、アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神の力が具現化した姿らしいぞ。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けてるみたいだ。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けている。待ってくれ。知識を授けるのは理解できる。人々はずっとアーカー社から知識を得ているからな。だが、すべての民の英知を束ねるとは、どういう意味だ？賢者たちも知識をアーカー社に記録してるんじゃないか？おお、確かにそうだったな。お前は何か思いつかないか？アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現化した姿。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けている。そうナヒーダは言っていた。いや、違う。もう少し考えないと。スメール人は夢を見ない。奇妙な現象だ。目の前で起こっていることが、まるで以前にも経験したことのあるような感覚。それが最近どんどん強くなってきている。それほど考え事をしていたわけでもないのに、頭が異常なまでに疲れてる。一体どういうことだろう。いや違う、もう少し考えないと。違う、もうすそれはつまり、脳が疲弊するのはアーカー社によるものだと言いたいのか。確かに意識してみると、私も精神上に異様な疲労を感じるが、そういえば砂漠の民たちが知識を求める時も、賢者たちは知識は決して無償ではないと言っていたの。まさか、
民の英知を束ねるとは、アーカーシャが逆に我々の脳を利用することを指しているんじゃないか。さあな、知識を授けられる以上、おのずと脳にも細工ができるはずだ。具体的な方法はわからないがな。でも、なんでそんなことするんだ？スメールすべての民の英知を束ねることは、スメールシティを一つの巨大な脳として使うのと同じではないだろうか。例えば、最も優れた頭脳を持つ人物が解決できない問題でも、その巨大な脳を使えば、新たな結論を見出せるかもしれない。素晴らしい推理ね。特に、スメールシティを巨大な脳と比喩したところは、ええ、私も気に入ったわ。だったら、早くアーカーシャ端末を外そうぜ。これで問題が解決するかもしれないだろ。ああ、もともと私も体裁上つけていたんだが、まさか賢者たちにはめられていたとはな。この件が終わったら、必ずや証拠を見つけ出して、このことを公に晒してやる。どんな感じだ？お？何に気づいたんだ？あ、それだったら、オイラも覚えがあるぞ。なんか、アーカーシャから伝わってくるような、小さな、ピーっていう音だろ？ピーという音。まさか、アーカーシャを操作するときの音か。なんか、すごく重要な手がかりな気がするぞ。アーカーシャを操作してないのに、その音が聞こえてくるなんて。私も聞こえた。これは幻聴じゃない。たった今確かにピーという音がした。まるで頭の中で鳴り響いたかのような。もうアーカーシャ端末は外しているはず。これはダンカイの時間が予想を超えとる。このままじゃ。だが我々はもうこれまでの努力や苦労が水の泡になることを受け入れられはしない。今回は適応が早かったわね。オイラたち、アーカーシャを外したのに、それでもあの音が聞こえてきたぞ。あれは一体どういうことなんだ？でもこれで、オイラたちが同じ日から抜け出せないのが、アーカーシャと関係してるってことが分かったな。もしもアーカーシャが、みんなの英知を盗もうとしてるのなら、なんでこんな状況を作り出したんだろう。実験台にいるマウスが、そのような扱いを受けている理由を知るのは、確かに、困難極まりないことよ。オイラたちをマウスに例えるのかよ。だったらお前は何なんだ、ナヒーダ。お前はまだ、オイラたちに正体を言ってないだろう。私は、好きかな。好き？それって、オイラたちがやった占いの結果じゃんか。私が誰であるかを知っても、真実を知る手助けにはならないわ。そんなことより、もっと他のところに注意力を使いなさい。じゃないと、手がかりを見逃してしまうわよ。わかったよ。昨日はディシエがたくさん助けてくれたし、今日も
まずはディシアに会いに行こうぜ。ちょうどあの人揃いたちが現れる時間だしな。ここにいたのか。人さらいは私が片付けた。お嬢様に怪我がないといいんだが。あれ、デシア。どうした？二人とも、なぜ私をじっと見つめている？なんで怪我をしてないんだ？は？どういう意味だ？あんな軟弱な人さらい相手に、どうして私が怪我をしなきゃならない？なんであんたが体験のことを知ってるんだ？私は誰にも言っていないはずだ。それに、そのことはお嬢様に知られたくない。やっぱりディシアも記憶がなくなってるんだな。変なところ？強いて言うなら、そうだな。私が体験を変えたのはあんたたちも知っているが、新しい体験だっていうのに妙に手に馴染むんだ。まるでこいつを使って数え切れないほど戦いを経験してきたかのようにな。つまり頭の中にはこいつを使って戦った記憶はないけど、体の方にはあるってことか？ああ、傭兵や武人にとって体に刻まれた記憶こそ最も重要なものだ。頭で一つ一つ覚えているような技はただの付け焼き刃に過ぎない。旅人、どう思う？そうだな、なんか希望が見えてきた気がするぜ。おお、そうだな。これまでの過信短日の輪廻の中じゃこんな状況ありえなかったし。何を言っているのかわからないが、まだ危険が。危険がまだ残っている。だからオイラたちにドニアザードを休める場所まで連れて行かせて、お前は人さらいの共犯者を探しに行くだろ。どうして私の言おうとしたことを？独身術か。まあ、早く取り掛かろうぜ。結局あのこと以外に変化はなかったな。ナヒーダ、実は今日、いつもは人さらいを撃退した後に怪我を負うディシアが、今日だけ怪我をしてなかったんだ。これって、過信短日の輪廻が終わったってことじゃないか？ドニアザードもこれで助かるかな？そう。そのような進展があったの。悪くないわね。なら、今日はゆっくり休むといいわ。おい、なんだよそのどっちつかずの返事は。明日はやってくる。このことは誰にとっても当たり前のことよ。でも本当に明日が来るかどうか知ることができるのは明日のあなただけ。今日が何回繰り返されたのか、今日の次が昨日である可能性はないか。明日という言葉がそもそも初めから捏造された概念なのではないか。もしかしたら、この世界は全てがまやかしで、この大陸の歴史も、ただの長い過信短歳に過ぎないのかもしれないわね。もう、この話はやめにしよう。ただでさえ頭が疲れてるっていうのに。だから、明日になったらおのずとわかるわ。今日は無意味に脳を使うなということね。しっかりと心身を休めてちょうだい。パーッとトイレにでも行けばいいわ。あ、なんだって？オイラの聞き間違いか？あら？人はトイレに行った後、すがすがしい気持ちになるって言うでしょ？
だからそれを勧めたのだけど、変だったかしら。あまりにもおかしくて常識外れだから、何を言えばいいのかわからないぞ。さっきまでなんか難しい道理を解いてたのに。そうだな。毎日は過信探査で楽しい日々ではあるけど、ずっとのんびりできてなかったし。行こうぜ、部屋に戻ろう。収穫を続行する。結果と比べればこれらは些細な代価にすぎない。結局また同じ日かよ。ナヒーダ、お前本当は昨日の夜過信探知の輪廻がまだ続くって知ってたんだろ。なんで教えてくれなかったんだよ。言ってどうなるっていうの。あなたたちは新たな不安に駆られながら夜を過ごすことになる。それでもなお明日は訪れないのよ。だったらいっそその貴重な機会を利用して束の間の希望の中心身を休めた方がいいでしょ。もしかしたらそのおかげで思考がより明晰になるかもしれないし。確かに。ナヒーダはオイラたちのことを考えてくれたんだな。当然よ。少なくともこの日々が続く限りは、あなたたちが私のすべてなんだから。急に、そんな恥ずかしくなるようなことを言うなよ。私が言いたいことはね。あなたたち二人に謎を解くようお願いしたのは私だけど、逆に私のことが見えて私を感じることができるのもあなたたちだけなの。言い換えれば、あなたたち二人がいなかったら私は存在しないのと同じ。だからあなたたちが私の全てということよ。わかった？なんかナヒーダがまたわけのわからないことを言い始めたぞ。雑談はここまでにしましょう。旅人、昨日の新たな手がかりから現状に対して何か違う見解は得られたかしら。え？急に以前の考えを否定するなんてどういうことだよ。あ、確かにそうだな。前はそんなところまで見てなかったぜ。単なる時間の循環なら体の状態も元に戻るはずだもんな。なら新たな結論は何かしら。アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現化した姿、全ての民の英知を束ね人々に知識を授けている。そうナヒーダは言っていた。傭兵は体に刻まれた記憶に頼ることが多い。だからディシアにリンネの中で怪我をしない状況が発生した。ピーという音はアーカー車を操作する。たとえアーカー車端末を外していても毎晩聞こえてくる。明確な関連性はないようだ。一日が終わるとき、その日の記憶も全て消去されるのなら、
同じ日を過ごしていることに気がつかない。あの毎晩鳴るアーカーシャの音はオイラたちのその日の記憶を消去してたんじゃないか。だから目が覚めるとみんな過信探祭を過ごしてないって勘違いするんだ。本当はもう明日が来てるのにみんな昨日だって思い込んでるけど、体に刻まれた記憶は消せない。だからディシアは新しい体験を扱えた。これで全部辻褄が合うぞ。とても巧妙な推論ね。これが正解なんだよな、ナヒーダ。簡単に言うと、捕まえてきた炎元素の象徴をホタルに見立てて照明に使っているようなものね。感覚にこだわりすぎるがあまり本質を見落としているわ。全然簡単じゃないぞ。なんならあのディシアさんともう一度話をしてみたらどうかしら。新たな収穫があるかもしれないわよ。そうだな。もともと手がかりはあいつから得られたんだし、行ってみようぜ。もう無意に過ごせるほど過信探祭を繰り返す猶予はないの。どうか早く真実を見つけてちょうだい。休むことも大事だけど、気を抜きすぎてはダメよ。ここにいたのか。やっと見つけたぞ。今日のディシアもやっぱり怪我をしてないな。怪我？何の怪我だ。私を見くびらないでほしいな。お前のその新しい体験、本当はまだ使うのに慣れてないんだろ。ああ、実は私もおかしいと思っていたんだ。今日いきなり手に馴染むようになって、って待て、どうして私が体験を変えたことを知っている。言っていないはずだが。旅人、やっぱりお前が説明してくれ。おいらもう説明するのに疲れちゃったぞ。そうだな、そうしよう。ああ、私がいない間に何があったんだ。変な奴に布教でもされたのか。そこは気にしないで、オイラたちの言ってることを信じてくれ。そうか。まあ、あんたたちの言いたいことは分かった。つまり私の体に刻まれている記憶はもうこの剣の扱いに慣れていて、私の脳はそのことを覚えていない。そういうことだな。そう、毎日それを忘れちゃうんだ。なら反論させてもらおう。そんなことは絶対にありえない。なんでだよ。仮に過信探祭が何日も続いていて、私たちが覚えていないだけだとしよう。だったら物資の消耗、使ったお金、食べたものなどはどう説明する。理屈で言えば
財布も空っぽになるはずだ。気づかないはずがないだろう。確かに、アーカー社で全ての人の行動を記録して、それからここにある資源を使って一日の始まりに戻せば、ありえないようなことだけど可能性はあるぞ。いや、ありえない。私には証拠がある。証拠？どこにあるんだ？はぁ、あんたたちは本当にこうもわけのわからない議論に本気なんだな。いいだろう、少し付き合ってやる。私についてこい。それからドニアザードお嬢様も一緒に。今はまだ周囲の安全を確保できていない。まさか今回はディシアがオイラたちに証拠を見せる番になるなんてな。前はオイラたちがディシアに見せたのに。行こうよ。これだ。なんだこれ。お前が剣の練習に使ってる木製のダミーか。これがどうしたんだよ。これについている傷はわかるか。ここ数日の私の成果だ。賢者たちがこれを毎日取り替えない限り、とっくにボロボロになっているはずだろ。そうだぞ。だから毎日変えてるんだろ。だったら賢者は毎回新しいダミーの上に私が過去につけた剣の傷を複製しなければならない。私も一人の武人だ。私が学んだ流派では非常に細かいコントロールが要求される。剣の振り方、力、角度、切り込み点、その全てを入念にコントロールしているんだ。つまりそこにある全ての剣の傷、そしてその剣を振った時の心境さえも私は記憶している。武人の剣は唯一無二。こういった言葉があるように、完全に同じ剣筋を振ることは誰にもできない。私がつけた傷を完全にコピーするなんて絶対に不可能なのさ。そうか？何か精密な機械で少しずつ彫刻してる可能性だってあるだろう。写真機で撮った画像は画家の描いた風景画にとって変わることは永遠にないと言われている。なぜなら前者には魂がこもっていないからだ。それは私も同じで、彫刻で作られた後と武芸の修練によるものは一目で見分ける自信がある。ふん、これでもう疑問に思うところはないだろう。うん、これは近頃学者たちの間で流行っているというトンチゲームか何かか。なかなか面白いな。それじゃあこれで私は失礼するよ。もう時間も遅い。ドニアザードお嬢様をニーローのところまで送ってくる。また今度な。まあ、また壁にぶつかったな。記憶消去の理論は結局間違ってたってことか。でも少なくとも真実の一端はつかめたんじゃないか。おう、それは間違いなさそうだな。じゃあ何か新しい考えは思いついたか？おかしい？オイラからしたら最近起きたことは全部おかしいけど。あ、シティから出ない？あ、本当だ！こんな簡単に思いつくこと、なんで今まで試してこなかったんだ！外の時間がここと同じ日になってるかどうか確かめれば、いろんなことがわかるはずだよな！でも本当に不思議だ。今まで一つの考えに固執しすぎてたのかな？それとも、疲れのせいで思いつかなかったのか？とりあえず、
戻ってナヒーナに聞いてみようぜ。シティから出ることについて、もしかしてオイラたちの忘れていることがあるかもしれない。早かったのね。もしかして何か新しい収穫があったのかしら。ああ、そんなところだ。オイラたち、時間が循環してないこともここが現実じゃないってことも分かったんだ。ただそれと同時に新しい疑問も浮かび上がったけど。外、私の記憶ではあなたたちはシティの外へ行くことに関する計画を二回口にしていたわ。オイラたち、そんなことを言ってたのか？全然覚えてないぞ。それで、その後はどうなったんだ？確か、あなたたちは外へ行った結果を一度も話さなかった。いえ、正しくはその計画の夜、二回ともあなたたちは戻ってこなかったわ。でも、他にもあなたたちが夜に戻ってこないことが結構あったから、当時の私も変に思わなかったけど。確かに、いろいろ調べてるとたまーに時間を忘れて、そのまま二日目に入ることもあったな。でも、お前の言う外に行った日の記憶は、オイラたちにはないぞ。そう。それはちょっとおかしいわね。理論上、あなたたちの記憶はすべて呼び覚ましたはずよ。おお、絶対何かおかしいぜ。明日になったら徹底的に調べてやる。あ、記憶が戻った。その、どこから説明したらいいんだ？旅人、あなたがさっき取り戻した記憶以外に、他にも情報が届いているの。聞けばわかるわ。引き返せない。あそこには数多の空間があり、スメールシティの過信探知は、その中の一つに過ぎない。旅人、お前には空白になってる記憶が2日間あるはずだ。何が起こったのか、オイラが教えてやる。そろそろ昨日の計画を実行しようぜ。おう、出発だ。もう無意に過ごせるほど過信探査を繰り返す猶予はないの。どうか早く真実を見つけてちょうだい。どうして外に行くことが禁止されてるんだ。教練員は何をやってる。何を聞こうとも無駄だ。
これは大賢者直々の指示。詳しいことは明日聞いてくれ。頼むよ、本当に急いでるんだ。オルモス港から品物が届いてる。早く行かないと盗まれちまうかもしれない。それはお前の都合だろう。そのような要望がある際には次から事前に届け出をしておくんだな。そんな事前とか予知なんて商売でできるわけないのに、はあ、どうやらスメールシティは今日教練員から封鎖令を出されてるみたいだな。まあ別に意外ってわけでもないけど、オイラたちも話を聞いてみようぜ。衛兵さん、なんで今日は外に行けないんだ。一人去ってまた一人か。俺も知らないんだ。聞かれても困る。我々に下された命令は本日スメールシティの出入りを禁止すること。他には何も聞かされてない。怒らせて情報を聞こうとしても無駄だ。もし俺が内部情報を知ることのできる立場だったら、こんなところで守衛なんてやってるわけないだろう。ったく。どうやら本当に知らないみたいだな。目的が聞き出せないならもっと直接的な方法で行こうぜ。衛兵だって無限にいるわけじゃないんだし、どっかの壁からよじ登って外に出よう。ここでいいと思うぞ。衛兵もオイラたちに気づいてないし、早く。なんでだよ、オイラを置き去りにするのか。でも万が一予想と違ってて外で何かあったら、オイラお前を助けられないじゃんか。あまり役に立たないのは分かってるけど、今までずっと一緒だっただろう。わかった、待ってる。早く戻ってくるんだぞ。外に行って一目見たらすぐに戻ってこいよ。おう、気をつけろよ。何が起こったのかわからないみたいよ。そんなの知るもんか。昨日本当はずっとお前を探しに行きたかったんだぞ。でも外に行っちゃダメだって言うから、夜までずっと悩んでて不安で怖かったんだからな。わかったよ。とりあえず許してやる。でも本当に消えなくてよかった。お前が急に他の